もう、私たち、アウトドアの飢餓状態が続いております。はい。で、まあ、撮影にそのどっかアウトドア出かけていくこともできないですし、どうしようかなと本気でちょっと悩んでたんですけど、私たちその基本的に動画にするってロケメインじゃないですか。いいですね。で、いろいろ撮影しに行ったりとかした時に、YouTube のチャンネルをやってるんですけども、ここでちょっと撮影させてもらっていいですかとお願いをまあするんですけども、いわゆる撮影許可をもらうっていう、その時に名刺ありますってよう言われるんですよ。それは相手方からしたらかなり怪しいですよ。で、名刺あります、で、そのうちのチャンネル見たいっていう人に、はい、その場で URL を示すことができず、あ、もたつきますよね。そうそうそう、何々で検索してもらえれば出ますとかになるとかあります。それをちょっと回避するために、この自粛期間を使って名刺を作ってみました。おー、僕も見てないですからね、まだ。いやー、こんなの、これ素材がなんか紙じゃないですね。私たちのやってることって、その水に濡れるリスクがゼロじゃないから、はい、紙やったらボロボロなんでしょ。渡した人が濡らしたりとかしてもそうやし、樹脂系のよくある会員証とかの素材っぽい感じの、はい、そうですね。あー、いい、まあ、2人の今までやってきたアウトドアの画像とか使って、こんなの作ってみました。で、まあ、今後その取材とかその撮影の許可をお願いするにあたって、これをお渡ししてその撮影のお願いとかをさせてもらおうと思うんですけど、いっぱい作ったんで、もしそのキャンプとか登山とかしてた時に私たちに遭遇したら声かけてもらったら、これ申請しますので、お気軽に声かけてください。かけてください。お願いします。お願いします。へぇ、ほんまにマジで、すげぇですね。いや、こんなんやられたら無理っすもん、僕。こんなでもよう作りますね、こんなん。いや、マジで一応、この素材もいいし、まあまあ、僕のキャッチフレーズが普通に使われたっていうのにびっくりしました。ああ。いやぁ、パクられるやろな。パクられるかな。